兵士が肩に担ぎ、狙いを定めてミサイル発射。敵の装甲車や戦車を破壊する強力な兵器。今回は対車両ミサイルについて詳しく紹介します。分厚い装甲で守りを固め、強力な手法で敵を撃破する戦車。歩兵同士の戦いの中で戦車が1両現れるだけで戦局が大きく変わってしまうほど戦車の戦闘力は強大です。アサルトライフルなどの比較的強力な弾丸でも関係なし。機関砲の弾丸も戦車は防御します。そう、戦車が登場した頃、武装した歩兵が戦車を破壊することは不可能だったわけです。そこで登場するのが対車両ミサイル。特に戦車を撃破する専用設計の対戦車ミサイルです。兵士一人で持ち運び可能であり、狙いを定めてトリガーを引くと巨大な戦車を破壊できます。では対車両ミサイルにはどのようなものがあるのでしょうか。まずはこちら、 RPG-7。 ソ連が開発した対戦車用兵器であり、ロケット推進の弾頭を発射するための筒発射器です。直径が約4センチ、長さは95センチメートルほどあり、重量は約7キログラムと比較的軽量。様々な弾頭を取り付けて発射します。使用される弾頭のサイズは直径4センチから10センチほど。様々な種類があり、その重さは4キログラムほどです。弾頭を装着し発射すると、まず火薬の爆発力によって弾頭が秒速115メートルほどに加速し飛び出します。10メートルほど先に進むと、今度はロケットエンジンが点火し、秒速300メートルほどに加速。ターゲットめがけて飛んでいきます。 RPG-7 は単なる発射機であり、利用できる弾頭の種類は様々。どの弾頭も先っぽがむっくりと膨れた形状になっていて、この中に作薬が入っています。敵車両を破壊する仕組みは独特です。通常一般的なライフル弾は弾丸を火薬によって加速し、ターゲットに衝突させることで装甲を破壊します。要するに運動エネルギーによる貫通です。対する戦車は装甲を分厚くすることで弾頭の貫通を防ぎます。どんどん分厚くなる装甲を破壊するにはどうすればよいでしょうか。弾丸のエネルギーはスピードが速いほど大きくなるので、弾丸の初速を上げることで破壊力がどんどん増していき、分厚い装甲の破壊が可能になります。しかし現在すでに弾丸のスピードは限界を迎えつつあります。理由は火薬の燃焼速度。現在弾丸を押し出すエネルギー源は火薬であり、火薬の仕組みは急速な燃焼です。火薬の燃焼効率を上げることで弾丸の初速を上げることはできますが、火薬の燃焼速度には限界があり、弾丸の初速向上にも限界があるというわけです。話がそれますが、火薬の燃焼速度の限界を打ち破る技術がレールガンであり、火薬を使って砲弾を打ち出すよりも圧倒的に高速に弾丸を加速することが可能になります。このように装甲の進化によって弾丸のスピードで装甲を打ち破ることは難しくなりました。そこで利用するのが成形作薬です。火薬などの作薬を道路に置くコーンの形のように成形し、コーンの先端から燃焼させると反対側に爆発力が集中します。これをモンロー効果と呼びます。またコーン状に成形された作薬の内側を金属で打ち張りすると、さらに爆発の集中力がアップします。これがノイマン効果です。ノイマン効果はより密度が高い金属ほど貫通する穴が小さくなり、貫通力は向上します。そう、成形作薬はモンロー・ノイマン効果を使い、従来の弾丸をはるかにしのぐ貫通力を手に入れました。では成形作薬の貫通力はどれほどなのでしょうか。例えば RPG-7 の弾頭 PG-7VL、 重さは 2.6キロ、直径は約9センチ、小型サイズ。しかし均質圧縁鋼板、要するに硬い金属の塊を約50センチメートルほど貫通します。またもう一回り大きな弾頭になると75センチほどの金属装甲を貫通できます。厚さ75センチの金属、もし戦車の装甲を75センチ以上にしたならば、それはもう重すぎて動かなくなるでしょう。以上をまとめると、巨大な頑丈な戦車でさえ兵士一人が運べる小さな兵器で破壊できることがわかります。
戦車もやられているだけではありません。圧倒的な貫通力を持つ成型作薬にも弱点があります。それはターゲットと爆発との距離の関係。成型作薬の仕組みを知るとその弱点を知ることができます。成型作薬は爆発力を一点に集中させます。そしてその爆発力で装甲の金属に極めて高い圧力をかけます。すると高い圧力がかかった金属が組成変形し流体のように振る舞い始めます。要するに装甲の一部が超高圧になることで表面が流体となり圧力でどんどん貫通していきます。これを逆に考えた時、成型作薬を防ぐには組成変形させないようにすれば OK です。組成変形を防ぐ仕組みは大きく3つ。1つはセラミック装甲。セラミックは陶器のような素材であり、脆い代わりに非常に硬く、組成変形の開始には金属の10倍以上の圧力が必要です。よってセラミックが組成変形を防ぎ、成型作薬の効果を無力化することが可能です。しかし一方、セラミックは非常に脆いため、現代の戦車はセラミックも含めた様々な素材を取り入れた複合装甲で防御を固めています。複合装甲を取り入れることで 50cm 以上貫通する成型作薬にも対抗できるというわけです。もう一つ、成型作薬には弱点があります。モンロー・ノイマン効果によって装甲を一点に圧力をかけるためには適切な距離で爆発させることが必要です。爆発の距離が遠すぎると効果のほとんどを失います。戦車や装甲車の周りに網網のネットのようなものを取り付けてあるのは成型作薬の弱点を狙うためです。砲弾がフェンスに触れて爆発し、装甲まで圧力をかけることができないため防御が可能になります。さらにもう一つ、成型作薬は爆発反応装甲で無力化できます。2枚のプレートの中に爆発物を仕込み、砲弾が着弾すると爆発します。爆発によって成型作薬のジェットの軌道が曲がり、貫通力が減少します。また爆発によってプレートが広がります。するとジェットが当たる部分が常に入れ替わり、圧力がかからない新しい部分を供給し続けることで組成変形が金属の奥に浸潤していくことを防ぎます。これによって成型作薬を無効化します。装甲の進化によって成型作薬もさらに進化しています。これは PG7VR、 先端の膨らみが2つあります。1つ目の膨らみで爆発反応装甲を爆発させ、その奥にある2つ目の膨らみが戦車の本体の装甲に到達、成型作薬が作動します。戦車の装甲を貫通させるという2段構えの砲弾となっています。ここまで戦車専用の砲弾を紹介しましたが、 RPG-7 には様々な種類の砲弾を装着可能です。例えばターゲットの近くで砲弾が破裂し、金属片を撒き散らす対人用 OG-7V、 小さな爆発で燃料を散布し、適度に燃料と空気とが混ざった状態で点火、一気に燃焼することで強烈な爆風を生み出し人を殺傷する燃料気化爆弾 TBG-7V などです。燃料気化爆弾の詳細については別動画で詳しく紹介しているので、概要欄のリンクを参照してみてください。このように軽量で一人の兵士で扱うことができ安価なため、世界中の軍が RPG-7 を採用しています。一方 RPG-7 には大きな弱点があります。それは無誘導だということです。砲弾に誘導装置はなく、砲弾の軌道は一直線、要するにライフル銃やロケット花火と同じです。弾頭を発射したら発射した方向に飛んでいくだけです。よってターゲットに命中させるのは難しく、訓練された兵士が RPG-7 を使用し、無風の状況で横方向に時速 15km の等速で進む戦車サイズのターゲット命中率は 50m で 100%、 100m で 96%、 200m で 51% と下がっていき、 500m になるとたったの 4% です。実戦では横風で弾頭が流れ、緊迫した状況で使用するため、さらに命中率は下がります。また弾頭はフィンの部分に風を受け、風上に流されるという特性がより命中を難しくしています。そう、 RPG-7 は兵士の技量によって効果が大きく変わってしまうのです。そこで各国は最新の対戦車ミサイルを開発採用しています。有名なのがアメリカが開発した FGM-148 ジャベリン、
RPG-7 と異なり、発射したらミサイルが自立して誘導し、ターゲットを撃破します。運用は兵士2人で行い、1人は重たい本体を持ち、もう1人はターゲットを探索、ロックオンします。ジャベリンは3つのレンズを持ちます。1つ目は可視光線スキャンレンズ、要するに双眼鏡です。2つ目が広範囲をスキャンする赤外線レンズ、目標を探知します。3つ目は高倍率高解像度の赤外線探知と標的ロックシステムです。ターゲットの情報を収集し、ジャベリンの弾頭に情報を自動入力することで、発射後は自立して誘導されます。目標に近づくミサイルは急上昇し、ターゲット上面をめがけて突進。RPG-7 でも紹介した成形策略によって、戦車の装甲を貫通します。射程は最大 2.5km にもなり、また距離が近い敵にはミサイルが上昇せず、ダイレクトに命中するモードにも切り替え可能です。ジャベリンと同様のタイプの対車両ミサイルは日本も開発しています。それが丸人式軽対戦車誘導弾。1997年から製作を開始し、2001年に正式化。日本人の体格に適した設計で、総重量はアメリカのジャベリンよりも軽量。一方、アメリカは2人1組で作戦を行うのに対し、丸人式軽対戦車誘導弾は1人で作戦を実行するため、予備弾薬も1人で運ぶことに。1000セット以上の大量調達を行いましたが、システム起動時の設定に時間がかかること、また対車両専用の設計のため汎用性に乏しいことなどを理由に、別途無反動砲を調達し、作戦に合わせて併用する方向へ変わりました。誘導タイプの携帯式対戦車ミサイルは非常に有効な一方、問題もあります。一丸式軽対戦車誘導弾やジャベリンは 2km 以上先の車両を撃破できる一方、砲弾が安定するまで時間がかかるため、近距離のターゲットへの攻撃は不可能。最低射程は 75m ほど必要です。市街地など近距離に現れた戦車を狙い発射することはできません。そこでアメリカは新たな対戦車システムを開発しました。それが FGM-172、イスラエルと共同開発した短距離型の対車両兵器です。弾頭は2種類あり、着弾前に一旦上昇して車両上面を狙う対装甲車用の FGM-172A、 もう一つは市街地や建物、対人にも利用される FGM-172B です。最短射程は 20m ほどと近く、また発射までの時間はジャベリンよりも圧倒的に短いため、機動力のある運用が可能になります。このように技術発達によって、一人で持ち運びできるコンパクトな兵器ながら、巨大で頑丈な戦車を破壊できる強力な対戦車ミサイルが開発され続けています。戦車もまた対戦車ミサイルの赤外線誘導ミサイルシステムを無力化するシステムの搭載、飛んできたミサイルを戦車に搭載された小型ミサイルで撃ち落とすアクティブ防御システムも搭載され始めています。さらに対戦車ミサイルの発射場所を自動探知し、敵の攻撃を迎撃しつつ反撃する戦闘システムも開発され、兵器の進化は止まりません。レーザー技術やドローンの普及も確実であり、陸の戦いは今後果たしてどのように変化していくのでしょうか。